こんにちは、河合さよこです。このチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は指指のプラスアルファ練習についてお話しします。右手の人差し指が指に対して巻きついてしまっている人がいます。このように巻きついてしまうと指指がうまく使えるようにはなかなかならないです。ではこの人差し指の巻き込みを防ぐにはどうしたらいいんでしょうか。指指のプラスアルファの練習として 人差し指を外して指指をやるという練習法があります。この人差し指を外して指指をやる練習の前にぜひやっていただきたいのが指を目線の高さまで持ち上げて左手で竿を持ちます。指をゆっくり持ちます。この時にバッと持たないようにします。ゆっくり持つのがポイントです。そして竿を持っていた左手をゆっくり離します。 こちらもすぐパッと離すんじゃないんですね。もう一度最初からやります。右手を離して、ゆっくり持ちます。そして目線の高さにしておいたままで、左手を離します。これをやったときに、この弓の全体の重さが小指に乗ってて、小指で支えているという感覚が持てたら正解です。 この時に人差し指が巻きついてしまって小指で持ってるっていうよりは人差し指で持ってしまっててこうやって小指で外しても平気なぐらいな人がいますそうではなくて人差し指を浅く持ってそして左手を離した時に小指で支えてるっていうこの感覚を感じることが大事ですそれから指をやると小指の感覚が良くなりますさらに人差しし指を外して 指指をやってみましょう。そうすると、とても小指に負担がかかってて。あ,あ小指の筋トレしてるなって、思えることでしょう。私の本の中では、指指練習は毎日三十回と書いてあります。この人差し指を外す練習を十回やって。そして。つけて。残り二十回やれば、合計三十回になります。このような練習をやると、小指が鍛えられて、指指を使った。 演奏ができるようになってくるでしょう指弓はとても難しいものでできるようになるまでには何年とかか,かります私が言っている指弓ができるようになるというのはこれも含めて演奏の中で使えるようになることですぜひ日々の練習に取り入れてみてください今日もご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますありがとうございます